あらあら、どうしたの？お姉ちゃんが恋しくなっちゃったのかな？本当に恋しくなっちゃったんだ。じゃあ、私の可愛い弟を今夜は思いっきり甘やかしてあげちゃおうかな。何しようか。そうだ、耳かきをしてあげよう。耳かき棒は、あったあった。私の膝枕に頭を乗せて、そう、そんな感じでいいよ。耳の隅々までお掃除してあげるね。まずは、右耳からやっていこうね。右側が上になるようにして。あら、結構汚れてるみたいね。お姉ちゃん、頑張るからね。それじゃあ、始めていくよ。じっとしててね。ちょっと…処理…処理…と…処理、処理。よい、よいしょっと。処理、処理。処理、処理。よいしょっと。いい感じに取れてるよ。力を抜いてリラックスしてね。ちょり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 。すっと。処理、処理。よいしょっと。処理。処理、カリ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 、処理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 と。
耳かき本当に好きなんだね。もっと綺麗にしてあげる。どんどん取っていこうね。ちょり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 。はい、これで右耳はすっきりしたね。反対側もきれいにしていこう。左耳を見せて。あらら、こっちも汚れてるね。きれいにしてあげるね。じっとしてて。カリ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 、チョリチョリチョリ、シャよいしょ、シャリシャリ。処理処理カリ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 、処理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 。どんどん綺麗になっていくよ。気持ちよさそうな顔してるね。いいんだよ、いっぱい気持ちよくなって。もっと取っていこうね。処理処理カリ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 、処理処理処理。
緒に。もう少しで終わるよ。ラストスパート。頑張るね。カリ、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 チョリ、チョリ、シュリ、シュリと。処理、処理、処理、処理。よいしょっと。処理、処理、処理、処理。はい、これで左耳も耳垢がたくさん取れた。くつろいでくれたかな？満足してもらえてお姉ちゃんも嬉しいわ。またいつでも耳かきしてあげるからね。おかえりなさい。今日はずいぶんと遅かったのね。お疲れ様。本当に疲れてるのね。だって目がトローンってしてるもの。あまりに遅いからお姉ちゃん心配しちゃった。連絡入れようかなと思ったんだけど、お友達といたなら邪魔しちゃ悪いと思ってずっと待ってたの。ああ、ダメよ。床で寝ちゃ風邪をひくかもしれないわ。こっちにおいで。お姉ちゃんが手を引っ張ってあげる。やっ！あらあら、ぎゅって抱きついてきて、どうしたの？そんなにお姉ちゃんに癒してもらいたいの？かわいい。いいわよ。今日は存分に甘えてきて。でも、どうやって君を癒そうかな？今日は出血大サービス。君が望むことなら何でもするわよ。え？耳かきをしてほしいの？もちろんいいわよ。けどお姉ちゃん、人の耳かきなんてしたことないから、痛かったらちゃんと言うのよ。でも、その前にまずはお夕飯ね。お腹空いてるでしょう。君のお腹の虫が鳴ったから気づいちゃった。お風呂はもう沸かしてあるから先に入ってて。その間にお夕飯作っちゃうわね。あったまった？こら、下着一枚でうろうろすると風邪ひいちゃうわよ。せめて T シャツを着なさい。はい、お待たせ。今日のお夕飯は肉じゃがにしたの。君はこれが好きだって私昔から知ってたから腕を振るって作ったのよ。さあ、たーんと召し上がれ。おかわりもあるから欲しかったら言ってね。それじゃあ私もいただきます。うん、おいしい。
今日はね、ちょっと味付けを変えてみたの。どうかな？君を実験台にしたつもりはないわよ。ちゃんと君がお風呂から出る前に自分で味見したんだから。よかった。今日のお夕飯が一番おいしいって言ってくれてありがとう。ごちそうさまでした。食器片付けるね。その間寝ちゃダメよ。食後にすぐ寝たら牛さんになっちゃうよ。いい子で待ってたら、ご褒美に耳かきしてあげるね。お待たせ。あらあら、ソファ独り占めしないでよ。私の座るところがなくなっちゃうわ。そしたら耳かきできなくなっちゃう。ね、ちょっとスペース空けて。ありがとう。それじゃあ、はい。私の膝の上にどうぞ。スペース空けてもらえなかったら、膝枕できないところだったから。まずは右耳からお掃除しようね。はい、リラックスして。まずは耳の縁から。強くこすったら痛いと思うから、そっとお掃除するね。どう？気持ちよかった？帰ってきた時みたいに目がとろーってしてる。気持ちよかったのね。よかった。じゃあ次は耳の入り口ね。途中で寝たら怒るわよ。なーんてね。こっちも優しくこすっていくからね。こんな感じかな。もういきなり抱きついちゃダメでしょ。びっくりするじゃない。そんなに私に甘えたいの？じゃあもう少し続けるね。かわいい。耳かきが終わったら
思う存分ギューってしてあげるからね。さてと、じゃあ耳の奥をお掃除するわね。危ないから動いちゃダメよ。それじゃあお掃除続けるわね。ゆっくりゆっくり。奥にいっぱい溜まってるわね。耳かきをかき出すとき、君とっても気持ちよさそう。待っててね。もう少しで全部取れるから。これでだいぶ取れたわ。それじゃ、耳かき棒の反対側のふわふわした綿で細かいのもまとめて全部取っちゃうね。まだ動かないで。最後の仕上げが残ってるの。口をこうやって君の耳元に近づけて、息を吹きかけるたびに君の体がビクンって跳ねて、とっても可愛い。そんなに気持ちよかった？じゃあ、左耳もお掃除しちゃおうね。はい、私の方を向いて。そうそう、私のお腹に顔をうずめる感じで。なんだか頭を撫でたくなっちゃう体勢だね。冗談はこのくらいにして始めますよ。耳の縁からそっとゆっくりこすっていくからね。綺麗になったわ。
次は耳の入り口ね。私、人の耳かきなんてしたことなかったから、ちょっと不安だったけど、気持ちよくなってくれて嬉しいわ。こっちも優しくお掃除するね。どうかな？気持ちいいの？そんなに？じゃあ続けるね。こっちもピッカピカ。思う存分癒してあげれてるかしら。後で感想を聞かせてね。じゃあ次は耳の奥。うわあ、こっちは右耳よりも赤が溜まってるわね。張り切ってお掃除しちゃうわね。痛かったら言うのよ。もう少しで終わりそうだよ。ラストスパートだね。どうかな？君のこと思う存分癒してあげられてたらいいのだけど。さてと、ふわふわで残った細かい耳垢も取っていきます。こしょこしょ。これで左耳もピカピカだね。それ
にフーフーしよっか。あ、ごめん、唇が耳元に当たっちゃった。そんなに体丸めないで、リラックスリラックス。おしまい。お疲れ様。少しは癒された？後で足も揉んであげるわね。それじゃあベッドに行きましょうか。君の部屋には久しぶりに入るわね。まだ君の声が高かった頃だから、かなり前のことかな。あの頃とはすっかり変わって、なんだか男の子って感じがするわ。君も私の部屋に来ることが少なくなっちゃったし、たまには来てくれてもいいのよ。じゃあベッドに座ってね。足の疲れはふくらはぎと足首の中間、ここから足首までを揉むとね、少し疲れが取れるの。ちょっと力を入れないと効果がないから、強めに揉むね。次は左足。今みたいに揉むけど強さは大丈夫だった？そう、よかった。じゃあ続けるわね。大丈夫。爪は普段からお手入れしてるから、間違って立てることないよ。よいしょ。はい、おしまい。どうかな？ちょっとは君の疲れが取れてると嬉しいな。あら、大変。もうこんな時間だわ。君と話してると時間があっという間に過ぎちゃうね。今日はもう寝よっか。ん？あらあら、お姉ちゃんにそばにいてほしいの？もちろんいいわよ。君がぐっすり眠りにつくまで、こうして隣に、よいしょ。添い寝して頭を撫でてるわ。今日も一日、お疲れ様。明日も君が頑張れるように、お姉ちゃんが最後までたっぷり癒してあげるからね。また抱きついてきて、甘えん坊さんね。よしよし、いい子。そばから離れていかないから安心して寝ていい。そういえば、昔もこんな風に君
私が添い寝しながら頭を撫でてた時があったわね。なんだか懐かしいな。あの頃の君はまだ声変わりもしてなくって、身長も私より小さかったのに、今じゃ私よりも大きくなって、すっかり男の子らしくなったわね。ちょっとお姉ちゃんドキドキしちゃうかも。友達とね、この間話してたの。友達にも弟がいるんだって。けれどずっと前に一つのプリンをめぐって争ったことが原因で、友達とその弟の仲は今でも険悪なんだって。プリン一つで兄弟仲が壊れてしまうなんて悲しいわよね。さすがに意気消沈している友達に、私は弟ととっても仲がいいのよなんて言えなくて、その時はこうしたら仲直りのきっかけになるんじゃないかしらって相談に乗ってたんだけど、君と私はプリンの取り合いで仲が悪くなるなんてことないわよね。もしそういう状況になったら、私は遠慮なく君にプリンをあげる。口移しがいいかな。だって君の笑顔が、君の怒った顔や悲しそうな顔を見たくないんだもの。だから取り合いにすらならないわ。私たちとっても仲がいいものね。あ、どうしてそっぽを向いてしまうの？そんな反応をされるとちょっとからかいたくなっちゃうよ。ほら、こっち向いて。素直でよろしい。じゃあ、ご褒美をあげようかな。さっき言ったわよね。今日は存分に甘えてきていいよ。知るわ。これからはいつでもどこでもお姉ちゃんにどんどん甘えていいことにしましょう。っていうのは建前で、本当はこうやって君にどんどん甘えてもらいたいの。だからご褒美になるかわからないけど、姉ちゃんに好きなだけ甘えてきてね。お姉ちゃんは全部受け止めて、そして君の笑顔を見るためにたっぷり癒してあげるからね。あら、スースー寝息が聞こえる。寝ちゃったみたいね。いい夢が見れるといいな。やっぱりまだ私、自分の部屋に戻りたくないな。ねえ、もう少しだけこうやって頭を撫でててもいい？君の寝顔を見たいっていうのもあるし、それにね、どうしても言いたいことがあるの。でも直接伝えるのは恥ずかしいから、君が寝てる時じゃないとダメかなって思って、だからちょっとだけお話しさせて。今から言うのは全部私の独り言よ。私ね、君のことは大切な弟だと思ってるよ。けど最近思うの、
君が大切な女の子ができちゃったら私はどうなっちゃうんだろうって。きっと表面上では笑顔でよかったねおめでとうって言うんだと思うけど、心の中ではきっと嫉妬してるわね。君は私のなんだからって。弟なのに不思議ね。けど自分でもわからないの。どうしてこんなに独占欲が強いんだろうって。だってただの兄弟ならこんな感情は湧き上がってこないもの。誰にも君を渡したくないけど、君が望んだことなら私は笑顔で祝福するわ。君が大切にしたいって思えるような人だもんね。その時が来るのが怖いけど、それまでは君が一番大切にしたいって思える女の子は私だけって思っててほしいな。君がこの先どうなろうとも、私は君を一番大切にするわ。うん、誓う。君は私にとって一番大切な人。だから、この先何があろうとも、全力で君を守るわ。と、暗い話はこれでおしまい。楽しいこと考えようか。明日は早めに起きて朝ごはんを作るね。今日の朝ごはんは和食だったから、明日は洋食にしましょうか。ふわふわのオムレツと野菜とハムのサンドイッチ、コーンポタージュも添えて、デザートには紅茶のシフォンケーキがいいわね。ダージリンの茶葉がうちにあったはずだから、その茶葉を使ったミルクティーを入れましょう。いつか君に喜んでもらえるようにって思って料理の腕を磨いてきた甲斐があったわ。お夕飯の時の君、ちょっと頬が緩んでたでしょ。美味しいって思ってくれてるんだって。これからもいっぱい料理を作って、自分磨きもして、君の自慢のお姉ちゃんになるように頑張るね。そういえば、兄弟の特権って、起きても寝るときも真っ先に顔を合わせることよね。クラスメイトの女の子だったり、アルバイト先の上司に会う前よりも真っ先に顔を合わせる。それが家族、兄弟。なんだか嬉しいな。現に今こうやって君の寝顔を見れるのだって私だけだもんね。って結構欲深い。君が寝てるからか、つい本音が出ちゃったわね。でも安心して、お姉ちゃんは自分のことよりも君のことを第一に考えるから。だから鎖で縛って外に出れなくしたり、他の女の子を目で追ったらあんなことやこんなことするなんて物騒なことはしないわ。嫌がる君の顔は見たくないもの。こんなことを君の意識がない時にしか言えないから、思い切って言っちゃうわ。私、君のことが好きよ。
弟としても好きだし、大切な人としてもとってもとっても大好きよ。友達に知られたらこのブラコンガーって惹かれちゃうかもね。でもこの気持ちは抑えられないの。話してて自分の気持ちに気づいたわ。君は私の弟だけど、他に大切な人ができたらって考えた時、すごく嫌な気持ちになった。これって君のことが好きだからだよね。好きじゃなかったら普通によかったね、おめでとうって喜ぶはずだもの。私は君のことが好き。だから当分の間はお姉ちゃんのことだけ見てくれると嬉しいな。私もずっと君のことだけ見てるから。喋りすぎちゃったかな。私まで眠くなってきちゃった。このまま君の隣で寝ちゃおうっと。だって一秒でも長く君のそばにいたいんだもの。たまにはお姉ちゃんも君に甘えちゃおうかな。君の驚く顔が見れると思うと、とっても楽しみ。
この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッド評価をお願いします。今回の作品の MP3 は、概要欄のリンクからダウンロードできます。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。